ダブルマイルの第1試合60分一本勝負を行います。赤コーナー240本のジースヌーカー、赤のヒーローです、スーパーフライジミースヌーカー。何回の投票リッキー・スティンボート。勝負の方は60分の一本勝負で行われますが、何やら竹内さん、試合の前からこのリング上のムードがちょっと違いますね。非常に険悪なものになってますね。そうですね、特にこのジミー・スヌーカーの入場、じーっと見つめておりましたけれども、ゆっくりゆっくり入ってきて、非常にニヒルな感じがありましたね。じらしにじらしですね、なおかつその非常にふてぶてしい表情ですね。そうですね。さあ、これより60分の一本勝負でアメリカ、そしてカナダのドルバックカード因縁の対決が日本で実現いたします。2人のまあ対決は、おっと、その前に入念な、レフリーチェックが行われております。自信満々の表情リッキー・スティンボート、相手の視線からそらしません。じーっと相手を睨みつけますジミー・スヌーカー。竹内さん、この2人のいわゆる因縁は1979年以来、まあ、2人の因縁は3年目に突入したという話ですけれども、そもそも2人の競争の原因は何だったんですか。まあ、これはですね、当然ノースカロライナ地区のトップスターであったリッキー・スティンボートにですね、はい、ジミー・スヌーカーがやっぱり宣戦布告を最初にしたわけですね、はい、それはまあ2年半前ですね、はいはい、それからですね、もう当然あそこのタイトルを巡るミッドアトランティックのヘビー級、あるいは US ヘビー級、ミッドアトランティックのタッグですね、はい、それを巡っての競争が未だに続いているわけですね。あー、なるほど。早くもリッキーコールが沸き起こりました。札幌中島体育センターです。さあ、おっと、トップロープエプロンに出ました。リッキー・スティンボート、こうすかさずボディのあたりに鉄拳を振るいます。ジミー・スヌーカーです。早くも水平打ち、チョップを出してまいりました。さあ、先手を取るのはどうやら悪のヒーロージミー・スヌーカーのようだ。私がこの2人の対決を初めて見たのは昨年の6月のあのカナダの名門プロレスの殿堂メープルリーフガーデンで、私は試合を見ました。この試合は海外特別試合で日本のファンの皆様にもお送りしたんですけれども、あの試合は全部の試合が約27分ぐらいのゲームだったと思いますが、試合の間中このカナダのトロントのファンはもう立ちっぱなしで絶叫絶叫絶叫というような感じで見ておりました。さあ、リッキー・スティンボートが頭の上から放り投げました。抱え投げです。ボディースラム、おっと、空中のアームホイップ、今度はジミー・スヌーカーが、いや、リッキー・スティンボートです。本当に2人のこの躍動感あふれる動きというのは目が離せませんね。竹内さん、全く目が離せませんね。はい、2人の対決を見ておりますと、まあ、何度も言うんですが、いわゆるこのプロレス界の新しい波が来たというような感じがしますね。去年ですね、トロントのメープルリーフガーデンのこの2人の試合を見ましてね、はい、本当にやっぱり新しいプロレスの時代の波を感じましたね。そうですね、もう私もトロントのメープルリーフガーデンで感動しながら放送を続けたんですけれども、お客様の反応がですね、こう日本のリングサイドではお客様は座ってますけれども、アメリカでのコーカードというときにはもう全員が起立して見守るんですよね。まあ、そうでしょうね、まあ、それだけの魅力のあるカードですよね。そうですね、そういうような大観衆の中で行われましたこのリッキー・スティンボートとジミー・スヌーカーの対決。あれはミッドアトランティックのタッグの選手権試合で、まあ、タッグ選手権試合だったんですけれども、しかし共にパートナーを忘れて2人の対決、憎悪に満ち満ちた2人の対決は本当に見応えがありました。その試合、ドル箱のゴーカードが日本で実現したんです。じっくりと見ましょう。リッキー・スティンボート、ブルーのトランクス、ジミー・スヌーカー、真っ黒いトランクスであります。褐色のアポロと言われています。このジミー・スヌーカー、ちょっと素晴らしい脅威ですので改めてご紹介したいと思うんですが、ジミー・スヌーカーの脅威は1メートル37センチあります。それから腕回りもすこぶる太く56センチであります。まあ、彼はこの体を鍛えるのはベンチプレスで上半身を作って、まあ、褐色のアポロのような体格になったんですけれども、ベンチプレスでかつて最高に持ち上げた重さは530パンドというふうに聞いております。大変な力ですね。大変なもんですね、大変な力ですね。さあ、一方のこのリッキー・スティンボートの方は、おっと、両者の動きです。ものすごい体当たり、脅威が131センチ、それから上腕の筋肉が、上腕の腕回りが47センチであります。さあ、両者のものすごい空中殺法、ヘッドロックに取りました。リングの中央、グラウンドでの展開になります。がっちりと左の腕を
ジミースヌーカーの首のあたりを捉えております。リッキー・スティンボートです。それからリッキー・スティンボートの特徴は首周りにありまして、この首周りが54センチ、ほとんどもう首が見えないですよね。どうか肩からですね、首にかけての、あの筋肉ですね、これ素晴らしい筋肉ですよ ね、 盛り上がってますからね。そうですね。それからリーチ、両方の手が173センチあります。これがリッキー・スティンボートの体格であります。上背はややジミー・スヌーカーが勝っているようですね。5センチほど勝ってるんですね。そうですね、はい、この辺りがあるいは勝負の分かれ目になるか、そういうような感じがいたします。リッキー・スティンボート対ジミー・スヌーカーの対決、まさに夢の対決が今この札幌のリング上で行われているわけです。それにしても竹内さん、はい、この彼らの2人の、まあ、メインコースはノースカロライナ地区なんですけれども、この地区のプロモーターは、まあ、皆様ご存知の NWA の現会長ジム・クロケットジュニアさんですが、人気選手がうようよいますね。ともかくリック・フレアはいますし、まあ、最近ではイワン・コロフなんかも入ってきましたしね、非常にやっぱり実力のあるですね、はい、やっぱり魅力のあるですがゾロゾロいますね。多いですね、まあ、その他ちょっと紹介しますと、今竹内さんの話にありましたリック・フレア、それからロディ・パイパー、ブラック・ジャック・マリガン、そして、まあ、マスクドスーパースター、こういった超スターがいます。ボビー・ダンカンもいます。そういったところで王に揉まれております。そういういわゆる人気選手の中にありましても、この2人はトップ。おっとフライングボディアタック、フライングボディアタック、勝負がつくか、うまく返しました。思い切ってフライングボディアタックを仕掛けました。リッキー・スティンボーとジミー・スヌーカーの体も踊ります。ものすごい体当たり、褐色のアポロ体当たりを見せました。おっと思い切ってトップロープ飛びすぎた、目測を誤った、トップロープから場外へ落っこちました。冷ややかな目でこれを見つめております。リッキー・スティンボーと、それにしましても今のこのダイビングヘッドバットですか、はい、これが当たってたら大変なことになりましたね。当たったですね、まあ、あれだけハードになりますとね、かわされた時のダメージも危ないですよね、果たしてあのいわゆるこのスーパーフライと言われておりますジミー・スヌーカーが今のさっきの体勢はいわゆるスーパーフライを打ったんでしょうか、それともヘッドバットを打ったんでしょうかね、ちょっとわからないですね。ヘッドバットになっちゃでしたけどね、はあ、今度はリッキー・スティンボートが天井を高く持ち上げて、お待ちでアトミックロープ、またタップロープから落ちた、場外に真っ逆さまに落ちました。いずれもリングの中ではリッキー・スティンボートであります。いいポジションを取りますリッキー・スティンボート、非常に落ち着いた対決です。カナダあるいはノースカロライナでのいわゆるこのドル箱カード、一進一退、勝ったり負けたりというような相手なんですけれども、日本のリング上さすがに去年に引き続きまして2回目の来日、リッキー・スティンボート王になれました。一方のジミー・スヌーカーの方は、おっとトップロープからダイビングした、ダイビングしたけどうまく外しました。今度思い切って首投げ、フライングメイヤー、リングの中央ポジションを取ります。リッキー・スティンボート非常に落ち着いています。ジミー・スヌーカーはやはりあの日本のリング上は7年ぶりですか。そうですね、しかし今の身の軽さですね、トップロープに両足がかかってたんですね、はい、そうですね、まあ、ありとあらゆるとこから飛びますからね、まあ、これがスーパーフライトのゆえんでしょうね、はい、まあ、この日本のリング上は6メートル50センチ四方の、まあ、リングなんですけれども、これがもう非常に狭く感じられますもんね。狭く感じますね。そうですね、試合の前に両選手に一言ずつ聞いてみたんですけれども、皆様ご存知のように NWA の会長ジミー・クロケットジュニア氏がいわゆるこのメジャーのタイトルとして認めたインターナショナルヘビー級のベルト、これはまあドリー・ファンクジュニアがご存知の通り第10代のチャンピオンとしてアメリカに持ち去ったんですが、この2人ともこのドリー・ファンクジュニアのインターナショナルヘビー級のベルトに挑戦したいというふうなことをはっきりと言っておりました。やはりドリーの持っているベルトというのは竹内さん目標になるんですね。これはですねポスト NWA の一番近い道にあるわけですからね、はい、やっぱ誰しもがチャレンジはしたいでしょうね。そうですね、ジム・クロケットジュニア会長も日本を離れるときにこのノースカロライナ地区でこのインターナショナルヘビー級のタイトルマッチを、まあ、行いたいというふうに言っておりましたもんね。そうなりますと当然ドリーをノースカロライナに呼んでですね、はい、リッキーあるいはスヌーカーだけ挑戦ということも考えられますね。そうですね、あるいは今後の外伝でこのジミー・スヌーカーかあるいはリッキー・スティンボートが新しいチャンピオンになるということも十分に考えられます。そのインターナショナルのヘビー級のベルトをめぐる攻防もまた非常に楽しみであります。これはあのジム・クロケットジュニアがノースカロライナ地区の偉大なるプロモーターだけに実現というのは非常に可能性がありますよね。非常にこれ可能性高いですね、はい、さあ再びリング上であります。今度は反対に悪のヒーロージミー・スヌーカーがリングの中ちょっとタイミングを取っております。リッキー・スティンボート場外に出ました。それから竹内さん、情報として教えていただきたいんですが、このリッキー・スティンボーとはこの札幌のリング上で昨年80年の世界最強タッグ決定リーグ戦は
ディック・スレーターとチームを作りましたけれども、スレーターのその後何か情報入ってますか。まあ、交通事故の後ですね、はい、非常にまた後遺症が出まして、その日本のファンも心配をしてたんですけどもね、どうやらですね退院して今自宅でですね着々と、はい、再起を目指してトレーニングを開始したようですね。そうですか、それは良かったですね。ですからおそらくですねもう今日あたりはですね向こうで試合を始めているかもしれません、ディック・スレーター。はい、なるほど。ディック・スレーターの最新情報を竹内康介さんに語ってもらいました。元気な姿で再び来日してもらいたいですね。そうですね、日本のファンがみんな待ってますね。そうですね。それから激しい攻防が続いているリング上ですけれども、この NWA 世界ヘビー級チャンピオンハーリーレースの最新情報入ってますか。まあ、トミーリッチからですね、3日後にタイトルは奪回したんですけども、はい、相変わらずやっぱり綱渡り防衛でですね、今度はどうやらダスティーローデスにですね、やっぱりタイトルを必要に狙われているようですね。ああそうですか。竹内康介さんの海外最新情報をお届けいたしました。さあその間に両者の怒りがもう頂点に達しました。ジミー・スヌーカーの怒りの表情、親指突きです。ちょっと息の根を止められました。リッキー・スティンボーとブルーのトランクス、ブルーのリングシューズ、いかにも若者の象徴、現代のプロレスというような感じがいたします。コスチュームも鮮やか、リッキー・スティンボートです。さあいわゆる東洋の美術、空手を徐々に出してまいりますか。リッキーです。今のところペース争いとしては竹内さんどうでしょう。スヌカのペースになってますね。スヌカのペースに徐々にねなってきてるような感じがしますね。さあリングの中央、起死回生の反撃が見られるかどうか。思い切って顔面の直前で両方の手を合わせました。そのまま覆いかぶさる。しかしカウント1で軽く跳ね返します。ジミー・スヌーカーです。勝負の方はいつの間にか10分が経過してまいりました。それからこのリッキー・スティンボーとは昨年の80年の世界最強タッグ決定リーグ戦で、まあ自分の周りはですねドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンク、それから、ディック・スレーター、こういうような大物ばかりがいましたので、ちょっとまあいわゆる萎縮した感じがあったんですけれども、今回は非常に大きく見えますね。もう伸び伸びとファイトしてますね。そうですね。北海道は2度目であります。このリッキー・スティンボーと北海道の雄大な美しさは、まあ、ふるさとのノースカロライナみたいだということで非常に大好きな土地柄だというふうに言っております。リッキー・スティンボーとであります。スリーパーホールド気味に入りました。スリーパーホールドというよりもむしろフェイスロックといった方がいいですか。スリーパーに入ってますね。スリーパーですね、はい、裸締めに完全に入りました。両方の膝をついております。リッキー・スティンボートです。このリッキーの師匠が引退したバンガニアですからね。そうですね、あるいはスリーパーホールド、ちょっと角度いわゆるこの打ち方が違いますけれども、あるいはバンガニア直伝のスリーパーホールドかもしれません。声がかかります。圧倒的にリッキー・スティンボートへの声援であります。左サイド思い切って手を合わせました。さらに力こぶを入れます。リッキー・スティンボートヘッドロック、思い切ってジミー・スヌーカーが、おっと体当たり、褐色のアポロ、上半身ものすごい筋肉であります。ジミー・スヌーカー倒れます。タイミングです。リッキー・スティンボートが飛ぶか、ジミー・スヌーカーが飛んだ、おっと振り向きざま、今度はおっと鉢合わせ、両方が場外に落っこちました。両者が場外であります。ジミー・スヌーカーのリングサイドにはザ・デストロイヤーがついています。声をかけました。一方の反対側のコーナーではリッキー・スティンボートが場外に倒れ込んであります。呼吸を整えます。どっちが先にリングの中に入りますか。カウントが続いています。やっとエプロン自体に頭を振りながらやってまいります。リッキー・スティンボート、黒髪が揺れています。激しい眼差し、そしてジミー・スヌーカーも反対側からトップロープからリングの中に入りました。軽く飛び越えてしまいます、ジミー・スヌーカー。しかしちょっと自ら腰を打ったようです。さあアフロヘアの髪の毛を掴んだリッキー・スティンボート、そっとヘッドバットが出ました。これが得意技、ジミー・スヌーカーの強烈なヘッドバット。効きますね竹内さん。もうずしずきますね、はい、空中ヘッドバットも得意としております。ジミー・スヌーカーです。リッキー・スティンボートが、おっとこれです。一旦ジャンプしてのヘッドバット攻撃、眉間の渡りを思い切って狙ってまいりました。ジミー・スヌーカー頭から倒れ込みました。リッキー・スティンボートちょっと苦しくなってまいりましたか。スティンボートちょっと苦しくなってまいりましたか。どうやら額が切れたようです。額がヘッドバット一発で切れたようです。ユーケさんのですねヘッドバットで眉間が割れましたね。割れましたね、
期待の真ん中、マイチモンジ、血が滴れ落ちてまいりました。リッキースティンボートがとうとう流血であります。ものすごいヘッドバット攻撃でしたね。ヘッドバットで額を割るというのはですね、はい、最近では珍しいケースですね。そうですね。そして指先をこのくの字型に丸めてさらに一撃を加えます。ジミー・スヌーカーの攻撃、これは新手です、新手です。あっと噛みつきに行きました、噛みつきに行きました。思い切って噛みつき、額に歯を合わせます。ジミー・スヌーカー、ラフなプレーを展開してまいりました。スヌーカーです。3年来の因縁の対決、ノースカロライナあるいはカナダのトロント地区でトップを争っておりますジミー・スヌーカーと、そしてリッキー・スティンボート、それからこのジミー・スヌーカー絡みではいわゆるこのリッキー・フレアとの US ヘビー級の因縁の対決も非常にドル箱なカードだそうですね。そうですね、ちょっと血塗られましたリッキー・スティンボート。お客様もシーンと静まり返りました。流血です。歓声の顔、日本人の血を引いておりますリッキー・スティンボートの横顔、顔面血がダラダラと流れております。リッキー・スティンボートの表情です。ちょっと苦しくなってまいりました。お父さんがポーランド系のイギリス人、そしてお母さんが日本人という血、このリッキー・スティンボート、まあお袋の国への2回目の来日で、今度こそはお袋の出身地であります京都へ一度は遊びに行ってみたいんだということを、まあ、しみじみと語っているリッキー・スティンボートなんですけれども、本当にこの後ろ姿あたりを見ますと日本人というしかまあ思えませんよね。本当に日本人ですね、そうですね。武士道の精神も持っていますが、ちょっとめった打ちにされました。ジミー・スヌーカーのペースになりました。日本での対決であります。さあまたまた襲いかかります。今日のような目つき、何かこうコブラがこう鎌首を持たげて相手を睨みつけると、こういうような表情です。ジミー・スヌーカーの表情、恐ろしいほどの上半身の筋肉、ジミー・スヌーカー、腕力、体力、身長ではやはりジミー・スヌーカーに一歩譲りますね。譲ってますね、リッキー・スティンボーとちょっと手が出なくなりました。激しいラフプレー、激しいラフプレー、噛みつき攻撃、ジミー・スヌーカー、さらにまた流血がおびただしくなってまいりました。血塗られました札幌中島体育センターのリング上。さあ力こぶを入れて歯を食いしばって頑張ります。ここはもう負けられない一戦。リッキー・スティンボートが日本のリング上でジミー・スヌーカーに負けたということになりますと、これまたノースカロライナあるいはカナダに帰ってからのこの憎悪がさらにまた著しく発展することでしょうね。まあ、それだけにですね、リッキー何としてもこの一番負けられませんよね、はい、そうですね。さあまたしても噛みつき攻撃、手が出ません。60分の一本勝負、ダブル名イベント最初の試合、特別試合、全く手が出なくなりました。リッキー・スティンボートであります。激しく襲いかかります。ジミー・スヌーカー右手が余っている、思い切って拳打ち、さらにまた流血がひどくなりました。全く攻めることができません。タジタジリッキー・スティンボートコーナーに追い詰められました。フィニッシュを狙っております。ジミー・スヌーカー一死、この日本のリング上で報いますか。突撃ジミー・スヌーカー、おっとこれはうまく外した。トップロープに両方の足、両足がまたがってしまいました。さあここでチャンスが訪れるか。リッキー・スティンボートゆっくりと今度は正面をジミー・スヌーカーの顔面正面を向かせます。そしてセカンドロープからトップロープに上がって何をするか、あるいはウルトラシーを出すかどうか。さあ今度はロープ上で2人の戦い、トップロープはジミー・スヌーカー、思い切って拳、いや空手を見せます。どうやらチョップを見せました。セカンドロープに足を置いておりますのはリッキー・スティンボート、あっとそのまま倒れました。そしてトップロープから何を持っていくか。リッキー・スティンボートのフライングボディープレス、フライングボディープレス、これは効いたぞ。抑え行くか、あっとカウント 2.5、マハのタイミングで外しました。フライングボディープレスは失敗、しかし後がありません。ジミー・スヌーカー相当ダメージを受けています。さあ一気火災に畳みかける、空手を出してまいりますか、カンフーの空手を出してまいりますか。思い切ってロープに飛ばして、おっと今度は呼吸を測るようにしてジミー・スヌーカー足を蹴り上げました。まさに一進一退であります。そしてジミー・スヌーカーがデストロイヤーの声援を受けながらタップロープに登った。タップロープから今度はなんだフライングボディヘッドバット、フライングヘッドバット、これは失敗、フライングヘッドバットは失敗です。一瞬の隙、うまく逃げましたリッキー・スティンボート。
2人のウルトラシーは共に失敗。しかしダメージを受けたのはスヌーカーの方じゃないですか。スヌーカーですね、さあリッキーのペースですね。そうですね、さあリッキーが勢いが出てまいりました。リッキーが攻める、チョップで打ちます、打ちまくります。今度はエルボーを肩口で落としました。頸動脈のあたりにエルボーを落としました。そして脳天釘打ち、脳天釘打ち、ドリルをパイルドライバーを打った。さあ息の根を止めるか、リッキーステンボーと抑え込んだが、スヌーカー右足を出しました。一進一退の攻防になっております。ものすごいいい試合になってまいりました。空中展開あり、そして技の展開あり、素晴らしい好カードを迎えております。リッキー・スティンボート対ジミー・スヌーカーの因縁の対決、日本のリング上です。息を飲むようにして両者の動きを見つめております札幌のお客様です。さあジミー・スヌーカーがこれはもう狂うようにして手を出しておりますけれども、当たっておりますのはリッキー・スティンボートのパンチの方です。脳天にパンチが当たりました。今度は空手の極意です。空手の極意です。どうやらリッキー・スティンボートが自分のペースを取り戻してまいりましたね。取り戻したいですね、はい。しかしこの上半身を見てください。ジミー・スヌーカー前のめりにめり込み、キャンバスにめり込むようにして倒れ込みました。ジミー・スヌーカーですが今度は 2.5、 ここでまた返します。リッキー・スティンボート押せ押せ、リッキー・スティンボート押せ押せの攻撃。ここはもう休ましちゃいけませんね。もう一気に攻めたいところです ね、 ですね、さあ今度は逆さずりにしました。リッキー・スティンボートが逆さずりにしました。ちょっと上樋口レフリーに手を出しております。リッキー・スティンボート逆さずりにして、おっと上樋口に手を出してはいけません。思い切って膵臓のあたり、膵臓のあたりを切り上げます。勝負は20分が経過してまいりました。ジミー・スヌーカーのダラーンと垂れた神戸喉元へ思い切ってチョーク攻撃。おっと、ああこれはいけない、これはいけない、ちょっと血迷ったか、ああいけない、手を出した、これはまずいですね、これはまずいですね。上樋口レフリーにパンチを見舞いました。リッキー・スティンボートあまりにも試合に夢中になってしまいまして、上樋口レフリーにパンチ一戦であります。上樋口レフリーが倒れ込んでおります。さあまだチョーク攻撃が続く、チョーク攻撃が続きますが、これは何のゴングか、これは何のゴングか、チョーク攻撃が続いております。相変わらず逆さずり、ジミー・スヌーカー、どうやら上樋口レフリーがゴングを要請したようですが、まだ逆さずりのジミー・スヌーカーに対しまして、リッキー・スティンボートが反則攻撃。そして今度はキャメルクラッチの体勢に行こうとするところ、山さん、どう、あ、竹内さん失礼しました。どうやら上位口レフリーは反則を取ったんでしょうか。リッキーの反則負けのようですね。そうですね、まだ正式なコールはなされておりませんけれども、ちょっと上位口レフリーの、ジェスチャーから推測いたしますと、どうやらリッキー・スティンボートの反則を取ったような感じがいたしますが、さあしかしまだ密着して離れません、食いついて離れません。3年越しの因縁の対決、日本のリング上で決着があるかどうか。まだやはり倉持さん、はい、リッキー・スティンボートの反則を取りました。反則取られましたか、はい、分かりました。これは偉いことになりました。日本のリング上で反則負けを喫しました。日本のリング上で反則負けを喫しました。リッキー・スティンボートです。さあ2人のやり合いまだ続きます。今正式なコール20分28秒、リッキー・スティンボート反則を取られまして、因縁の相手ジミー・スヌーカーの勝ちと出ました。日本の勝負はジミーの勝ちですね。それがあれほどですね、はい、攻め込まれた後のリッキーの反撃だっただけですね、そのエキサイトした気持ちは分かるんですけどもね、はい、やっぱり最後の詰めはまずかったですね。 あくまでも冷静沈着なリッキー・スティンボートかと思ったんですけども、ああいうようなレフリーにこの挙げ句の旗には手を出してしまうというような劇場も持ちかねてるんですね。相当エキサイティングな男なんですね。そうですね、いわゆるこの劇場型のある性格を見たような感じがいたします。リッキー・スティンボート上樋口レフリーを突き飛ばし、そして、頭に一撃を加わらせまして結局は反則を取られてしまいました。まだ収まりません。両選手リングサイド本部席の前で叩き合いです。さあ本部席の机を掴んでジミー・スヌーカーが思い切って貸しの机で肩口のあたり思い切って攻撃を見せました。ジミー・スヌーカー反則勝ちを拾いました。日本での対決であります。しかしこれはあの両者ともにピンフォールの対決、決着がついておりませんので、まだまだ後を引きそうですね。まあ、日本ではこれ第1回目の対決だったわけですよね、これはもう2回も3回も続けてほしいですね。そうですね、まあ、それにしましても本当にようやく肉躍るというような感じのレスリングを両選手が展開してくれました。いわゆるプロレス界の新しい波、80年代の素晴らしいプロレスを展開してくれました。しかし最後は
因縁に輪をかけるような因縁の結果に終わってしまいました。結局はリッキー・スティンボーと勝負に勝つことができません。上樋口レフリーに手を出してしまいまして反則負け、勝負は終わりました。ジミー・スヌーカーが反則勝ちを拾いまして今控室の方に戻ろうとしておりますけれども、憤懣やるかたないリッキー・スティンボーとリング上に王立ち、勝負は反則負け。これがジミー・スヌーカーの横顔です。これがリッキー・スティンボーと、もう一回日本のリング上、このスーパーパワーシリーズの中で見たいですね。これはもう実現してほしいですね。そうですね、まあ、この後のスケジューリングを言いますと、両選手ともにタッグマッチしかありません。タッグでの対決ということになりますね。そうですね、しかし時にいい試合をご覧いただきました。ノースカロライナ地区、グリーンズボロ、あるいはシャーロッテのリング上のような錯覚さえも覚えました。そしてカナダトロントメープルリーフガーデンのリング上のような錯覚さえも呼び起こしました。素晴らしい対決でした。リッキー・スティンボート対ジミー・スヌーカーの対決は、人気者リッキー・スティンボートが反則負けを取られまして、ジミー・スヌーカーの反則勝ちでございます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は札幌中島体育センターより全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。